がんない感じがあるんですよね。硬い。ゴリゴリってますじゃん。なんか硬いっす、うん、動かない。どうしたこれ。結構長く座ってました。長く座ってました。あ、そうですか、ね、6時間ぐらい座ってました。あららら、らそれはいかんですね。だからあの、ね、事務仕事の人の気持ちがよくわかりますね。うん、辛いですよ ね、 ね、肩腰凝りますよね。はい、ちょっと今日こぼれましたね。硬くなってましたね。北海道張ってなかったら多分固まってましたね。ああ、そうですよね、うん、北海道張っててこれってことはね、もっとひどくなってたと思います。そうですね、しなかったら。なんか動きますよ、これ。どうして？水の筋膜。今日はなるべく叫ばないように。いいですよ、叫んだ。何でですか。いや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 。でも実際聞いてるっていうのはやっぱ出ちゃいますよね。うん、でも声はね、我慢しない方がいいですよ。そうですね、うん、反応をスムーズにしてる方が早くほぐれるので。そうですよね、うん、ここ痛くないですか。いや、なんか気持ちいいです。気持ちいいですか。そうなんですね。そっち側の方が痛いです。ああ。なんかだんだん痛くなってきた。いや、痛いとは思うんですよ、硬いから。だんだん感じるようになって。最初鈍かったですね。鈍いですね。ああ、痛いですね。痛いですよね。痛いですね。ああ、痛かった。多分、硬すぎて鈍ってたんですね。ああ、痛い。痛いですよ、ね。痛いはずですよ。ああ、痛い。バキバキですね。おお。結構、1時間ってあんまりないので、結構。そうですよね、あっちゃいますよね。結構1時間短いですよね。そうなんですよね。いつも無理難題でも、とても面白いです。とんでもない。特選使うと結構早く全身やれるので。いいっすよね、特選ね。使ってもらって分かります、そろそろ。最初入れるときはこれどうかなと思うところあったんですけど、ええ、今じゃもうなくてはならないというか。そうですよね、うん、叩くだけですもんね。そうなんですよ、見た目的にはもう簡単じゃないかっていう、手抜きじゃないかって思われてもね。違うんですよね。そうですね、これも結構奥深い世界で。奥深いですよね、うん、なんか今だんだんなんか手に馴染んできたというか、やり方もなんか最初はここは叩いちゃいけないかなとか、ここはどうしようかなとかあったんですけど、今結構なんか全体的に体を使いますね。
あの初めて肘使うのと同じですよね。ああそうかもしれないですね。で、うん、うわかかとも効きますね。与えられると釣りそうになるらしいですね、俺の右足は。あでもそれはそれだけちょっとなんて言うんだろう、連動が悪くなっているというか、ね、調節ができなくなっているの で、 ですよ、ね、刺激を普通にこれそれが普通になるように、そうですよ、ね、普段から割と刺激を多くした方が釣りにくくなりますね。はい、もうバグやっちゃってください。まあ、一種の老化だったりとも言えると思うんですよ。若いうちはあんまりないので。ああ、そうかもしれないですね。うん。今日はちょっとコントロールが、神経の伝達が過敏になって起こるので。はいはい、これがだから意識されるようになったのが、10年ぐらい前なんですよ。筋トレしてて、あの、その時あの、なんだっけな。あ、忘れちゃいました。パーソナルトレーナーの人についてたんです。パーソナルトレーナーの人に、体をほぐしてもらってる時に、やっぱこのうつ伏せの時に足つってたんですよ。それが、ね、やっぱ一番最初、こう意識し始めた。